熊井水道は、高知県旗郡、黒潮町の旧中村街道上にある、延長95.6メートルの道路トンネルである。1905年12月開通、土木学会選定の戦勝土木遺産に選ばれている。明治時代に建設されたトンネルで、日本において本格的にトンネルで、コンクリートが使われる前の時代のもののため、トンネル口口はレンガ積み、トンネル内部は、 側壁外し積みでアーチ部分はレンガ積みで作られている。このトンネルは明治時代中期、四国の幹線道路計画の支線として整備された須崎中村間の主要道の一部であり、1905年から1939年までは県道だったが、県道のルート変更によって、ちょうどお隣主要道としての役割を終えた。その後も、崩落などの事故もなく使用されている。 2014年には保存状態の良い土木建築物として戦勝土木遺産に指定され、その旨を示すプレートが久保川方面への航口に設置された。また、熊井水道の近くにはトンネルの解説板が設置されている。熊井水道近くの解説板、土佐黒潮鉄道中村線伊予木駅より 1.2km。2021年6月現在、中村方面から 熊井水道へのアクセスは自動車専用道路の熊井トンネル建設工事のため通行止めとなっており、久保川方面からの水戸歩及び車での到達が可能となっている。また、トンネル内は車でも通行可能だが、中村方面への道は熊井水道から10メートルほど先で通行止めのため通り抜けできず引き返す必要がある。ありがとうございます。